新潟清凌高校の暴行事件、警察が捜査開始。新潟清凌高校にて男子生徒が集団暴行されている動画が SNS に投稿された問題について、新潟県警が傷害事件の可能性があるとして捜査を開始したことが明らかになりました。被害者に事情聴取を行っており、全容解明に向けて捜査を行うと、 新潟県警は説明をしております。警察には、しっかりと捜査を行っていただき、これ以上ですね、被害が続かないように対応していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。